わーい。寝てないです。なんか急いで帰ってきてバタバタしてたら、なんかこんな時間で、しかも久しぶり、本当に配信全然やってなかったじゃないですか、 iPad で。なんか携帯とかで多分やってたんだけど、そうだから、なんか iPad のもう何ショールームのアカウントがログアウトしちゃってて、ログインからやってたらなんかこんな時間になっちゃいました。ごめんなさい、遅れた遅れた。でもね、メールもまだ書いてないの、だからちょっと待っててね ちょっと待っててくださいね。そう、メール書くね。でも今日いろいろやったよね、いろいろやったんだよね。よいしょ。本日は今日は写真をたくさん撮った後、ハンカチをしました。そう、配信早々メール書いてるからさ、ちょっと無言すぎてごめん。トナカイです、これ私今。真顔でしょ？書いてるの今 今書いてるんだ。ちょっと待って、あと9分なんだけどさ、何書こう。あと、え、見て、カフェオレこぼしたの今日、最悪だよね。見える？最悪だよね。今日帰り 今日帰りにこぼしました、カフェオレ飲んでたら。悲しい。で、なんかその時は気づかなかったけど、帰ってみたら普通に茶色くて、めっちゃ茶色じゃんってなって、だから今配信でいい感じに隠れてるからちょっと嬉しい 着替えないとかなと思ったけどさ、そう、カフェオレこぼした。見えてた？でも若干見えてたよね。まだメール送ってない。ちょっと待って。
よし、オッケー、ほい、送った、送ったけども、送ったけども、送ったよ、え、よし、どういうこと？あ、これでいい？いける？よし、送った。くれたよね。結構いい時間だよね。なんかたまに送れない時あるんだよね。あ、来ましたね。よし、遅れました。はい、皆さんメリークリスマースメリークリスマース。そう、今日は絶対配信したくて、だから早く帰ってきました。早く帰って配信してます。メリクリね。まあ昨日まで握手会だったから、握手会来てくださった方はね、サンタさん見れたりしてると思うんですけど、そう、でも握手会さ、そう、来れなかったファンの方もねいるので、そう、そういう方はここでメリークリスマスって感じでね、握手会2日間ありがとうございました。てか本当に今年1年ありがとうございました。握手会、握手会でもスタートしてからは、その中から、まあお話し会とか、もう全て券を取って会いに来てくれた皆さんありがとうございました。そう、今年全部のね、そういうイベントは終わっちゃったからさ、もうあとは劇場公演だけで年内。でも年内あと結構ね、5日間、5日間ぐらいしかないじゃん。でも結構私はそのうちの4日間は劇場に立つので、すごくない？そう考えたらそう、その5日間はね、あ、いや嘘だ、31まであるっけ、31まである？あ、31まであるね。まあ6日間、6日間中4日間劇場立つので、よろしくお願いしますそう、まだまだなんか年末って感じしないかも。そうなの、劇場出るから、出させてもらえるから、そう、卒業公演とかあるんだけど、卒業公演も出させていただけるので、そう、それを入れると4日間かな。あと、まあ大晦日も出演させていただくので4日間よろしくお願いします。そう、なんか年末まだ終わる気しないわ、だからまだある感じ。逆に私的には、まあ明日からがもう年末感あるかもな。でもみんなそうだよね、なんかクリスマス終わったらあっという間にもう年末、ザ年末に突入って感じ。そう、クリスマス来ちゃったからあっという間だろうね、こっから。これくまさんってタワーですか？ちなみにザゼロさん、タワーありがとうございます。で、くまさんは誰？くまさん今1位の人かな？今 SD 派さんか？
の？ザゼロさんやろ？でクマさん投げた方誰ですか？あの大きいトナカイの生えたクマさん。誰？トナカイの生えたクマさん。クマさん誰？大きいクマさんちょっと自己申告お願いします。なんかあとなんか新しい機能が、はい、増えてますね。そうそうそう、大学のレポートも終わらさないとなんだよね。明日頑張る。明日一つ仕上げれるように頑張る。今日はね動画編集頑張る。なんかもうそうやって区切らないとできないできないです。前の配信から何があったっけ。あ、 XD さん、 XD さん熊田はありがとうございます。そうですね、はい。で前の配信からいろいろあったと思うんだけど、ありがとう。そうで、何言おうとしたっけ何言おうとしたっけ。そう、え、何言おうとしたっけ。あ、写真集のこともだっけ。タイトル、あ、タイトルの話ちゃんとしなかったっけ。あ、あと選抜に選ばれたこともやってなかったっけいっぱいあるいっぱいあるな。選抜発表後からか。じゃあ選抜は、まずあの63枚目のゆきりんさん卒業シングルに選抜として選んでいただくことになりました。祝ありがとうございますって感じだよね。本当に感謝だ、本当に感謝だ。そう、ゆきりんさんのことはね、デビューした時になんかその先輩の映像を見てて、ゆきりんさんのパフォーマンスが一番好きで、で当時そのゆきりんさんの振りの感じ、見せ方とかすごい勉強してたんですよ実はデビュー当時。そうだからなんかそのお手本にしてたゆきりんさん。え、本当に今初出しだわ。なんかファンの方の前ではちょこちょこ言ってたけど、本当初出し情報なんですけど、実はそういう時期があって、え、そうなん、実はそうなんだよね。なんかチーム B 推しとかやるときに映像を見てて、なんかゆきりんさんのパフォーマンスがマジで勉強になって、そうだからそこからすごいゆきりんさんのパフォーマンスを見本にしてた、してすごくもうほんとよく見てた時期があり時期があって、だからそのゆきりんさんの最後のシングルに選んでいただけてるっていうのが本当になんか今では信じられないって感じ。そう、選抜として私も今そこに立ってるっていうのがすごい信じられなくて嬉しい話で、本当にそうありがとうございますっていう、うん。あ、リムさんタワーありがとうございます。ありがとう。そうなんです。そうだから私は本当にどの列でもいいので、まあ、とにかくとりあえずね選抜に今回選ばれたことはあの私の目標の一つ、選抜継続にすごいなんかね第一歩、目標達成の第一歩な感じするな。そう、すごく嬉しい。まず嬉しい、ありがとう。みんなのおかげ、応援のおかげです。ありがとうございます。この調子で来年も行くといいよね。頑張れるといいよね。そうって思うよ。発表の時ほんとドキドキしたよね。あんな発表の仕方あるんだね。本当にね、すごく思った。
あと何があったっけな。あと、あとね、あ、写真集のね、タイトルがあったよね。いっぱいあったよ、なんか写真集のタイトルの候補。なんか10個ぐらいあったんだけど、まあその中でも。その中でも、まあ他にあったっけ、なんか他のやつがですね、これってみんな言ってる？でも他にもあったよ、なんかいろいろ。言っていいのこれ？なんか一つ、なんか面白いなって思ったの言うね。じゃあほほうって思ったのは言うね。ほほうって思ったのが、えくぼはありますか？ここだけの話ね。おーじゃない。ね、気になるよね、ちょっと。ほほーって思ったタイトル。そう。そう、ちょっとほほーって思ったタイトル。おもろくない？エクボはどこですか？どこに、エクボはありますか？ないです。答えはないです。エクボないんだよね。でも私、あの背中のエクボって言ったらいいの？背中エクボはあるの、実は。なんか背中のへこみみたいなやつなんだけど、多分ね、グラビア撮ったじゃん過去に。多分その時も写ってるカットあると思うんだけど、背中に私エクボあります。なんかお尻の上らへんのなんかクイッてなってるところになんかね、へこみがある2つ。そうなの。なんかね、マネージャーさんが背中にエクボごめんね。そう、なんか背中にエクボあるみたいな言われた。でもさ、背中エクボって本当あるのかな。背中エクボ、あ、背中エクボ女性って出てくるよ。背中のエクボの名前さ、すごいよ。背中のエクボの名前がね、ヴィーナスのエクボ。ヴィーナスのエクボですって。私ヴィーナスのエクボがあります、私。初めて知った。ヴィーナスのエクボらしい。あ、ヴィーナスのエクボとアポロのエクボがあるんだって。アポロのエクボってなんだ？あ、でもヴィーナスのエクボだ。かっこよすぎ、かっこよすぎだわ、さすがに。写真集ね、ぜひゲットしたら見てみてください。よし、じゃあ今度から私言おう、ヴィーナスのエクボあります、私って言おう。ね、ウケる。ね、初めて知った、私も。あ、そうそうそう。でタイトル私が決めたんですけど、そう、そのなんかね、エクボはありますかとか、そういういろいろ候補があった中で、なんかどれがいいかなっていうのをめちゃくちゃなんかいろんな人に聞いた。この中でどれがいいと思うとか、なんかマネージャーさんとかにも、事務所の人にも聞いたり、なんか自分でもめちゃくちゃ悩んで、その結果、あの、僕だけのものにしようってなりましたね。なんか他にもいろいろ悩んだんですよ。それからとか、視線の先とかいろいろ悩んだんですけど、そう、けど、なんか、
ね、これがいいかなということで僕だけのものにしてみた。なんかみんなのものにしてほしいと思って、なんかせっかくファースト写真集を出すことができて、そうファンの方にゲットしてもらうので、もうなんか写真集はもうみんなのものだよってことで、そう君だけのものっていう、僕だけのものっていう僕だけのものっていう、まあ、私自身もすごくなんかこだわったし、こだわりの強い写真集になったから、だから私だけのものっていう意味でもありつつ、そう僕だけのものっていう、いろいろかけてそう僕だけのものにしました。そうでね、帯コメが届きました帯コメね、なんかすごいよ楽しみにしてて、帯コメ、そう本当今日拝見させていただきまして、なるほどって、なるほどなるほどってなりました。うん、なんか嬉しい、ありがたいお言葉だなと思ってます。そう、秋元先生からありがたいお言葉だなと思って受けたまわりました。そうだからさ握手会でもみんながそう、そう僕だけのものにするねって決め台詞をそう言われましたね、何人かに何人かに言われましたね、僕だけのものだよねって決め台詞を言われました。でみんな言ってたでしょって言われたけど、いや3人目だよって言いましたね、その時は。でも本当になんか写真集はみんなのものにしてほしい。そう、その時はね、やばいみんなに言われそう、また来年またお渡し会とかでみんなに言われそうだな、僕だけのものだよねってみんなに言われそうだな、まあ、楽しみね、でもお渡し会とか本当楽しみだな、なんかみんな来てくれるって言ってたから会えるの楽しみにしてる。でもね表紙がね結構セクシーなんだ、だからうーん持ち歩くとき気をつけてね気をつけて持ち歩、大切に持ち歩いてね、よろしく。うん、多分みんなが自分のものにしたいって思うような表紙や中身にはなってると思うので、そうだからみんなのものと思って大切にそう持ち歩いてください。お渡し会でもらった後も大切に持って帰ってくださいもうね預かった瞬間からもうあなたのものなので大切に持ち帰ってくださいね。あ、そう、オンラインサイン会もある。オンラインサイン会ね、インスタの方でする予定だから、アーカイブに残すので楽しみにしててね。そう、サイン入り写真集もねあるんですよ。それが角川ストアさんの方で やってるやつで、購入するものがそう、ちょっとサインが入るやつですねオンラインサイン会とその角川ストアさんの、でもそれもねあれだよ、何、先着です、先着で、そう何人かお急ぎになってください。ぜひ急いでね、ぜひぜひ行ってみてください
角川さんの方はなくなり次第終了って感じでサイン入りのやつを売ってます。とアマでもアマゾンさんとあとまあ4社ぐらいあるんですけど、セブンネットさんかな、セブンネットさんとっていう楽天さんかな、なんか4社ぐらいあるんですけど、4社ぐらいの方はランダムのブロマイドがついてくるから、ブロマイド飾ってねぜひ。でもその他のイベントもなんかそれぞれ特典がつく予定だから、イベント来ただ方だけのみたいな特典はあるので、来る予定の方は楽しみにしていてください。ちょっと体育座りするね。まあね、サイン入りがいいよね。だからサイン入りがいい方はオンラインサイン会ぜひぜひ。ブロマイドもね、なんかいろんな種類あるよ、ほんとなんかたくさんある。あといろいろイベントもあるし、いろいろ準備してます今。 いろいろあるのでぜひぜひ用意してくださってるので、いろんな方が 各所に楽しみにしといて。大変になるよ、オタ活だから。へへへ。まあとりあえず年始、本当私の年始のお仕事はひーちゃんの卒業コンサートもあるんだけど、写真集の方も本当に一大イベントです。私の来年始まってのお仕事は大学のテストと ひーちゃんの卒業コンサートと写真集のこと、この3つだな。来年始まったらまずそこを頑張りたいなと思ってます。ね、トークショー当たってほしい。明日だよね、発表。わあ、楽しみにしてる。選抜の方はね、まだ分かんないかな、どうなるか、いつかな。まあ、頑張る。卒業できるかちょっと不安。明日も朝行くんだよね。マジ早起き頑張ります。でも明日みんなもレッスンとかやってるから、みんなと心を一つに頑張ってくる。どれだ？あ、大学の卒業ね、本当に分かんないんだよね。なんか一か八かって感じ。なんか今本当に50%だと思う。なんかどっちか、本当に今後の頑張り次第で変わるような感じです。まる。あ、カティ、タワーありがとうございます。ありがとう。え、でも留年する可能性全然あるよね。頑張る、本当に。やるしかないんだ。やるしかねえ。どうにかなる。そうなんだよね。でも大学入った時にまあ最悪っていう感じで、そう家族とは話したので、そうやっぱりね、そうなんだよ。
大学入った時に、そう、そういう話もしたので、まあとにかくやるだけやります。やるだけやって、無理だったらその時はその時で、はい 頑張る。その大学でなんか資格取りたかったけど、結果なんか取る暇なかった なかったわ。まあそんな感じですね。まあそんな感じです、大学の方は。あと何だろう、話すこと他に。何だろうね。でも結構一旦ない？ ない？もしかして。他、なかったっけ？ なかったっけ？あ、ファンミーティングだね。あ、パン活今日してきた。あ、今日ね、そう、セリカと、セリカ、レミちゃん、テンテン、ユリナちゃん、あやねちゃん、私の5人でパン活してきました。ようやく、なんか念願の、なんかずっとね、行きたい行きたいってなってたメンバーで、ようやく行けました。やったね。やった。行ってきましたよ。なんかゆりなちゃんって呼びたくなったから、てんてんのことゆりなちゃんって呼んじゃった。そう、まあ、その5人で行ってきました、パン活。でもね、私がそのさ、写真たくさん撮ってたからさ、お仕事で。そう、それでまあ合流するのが私だけ遅くなっちゃったんだけど、でもちょっとパン一緒に食べれて、でパンも買って帰ったし、めっちゃ美味しかったです、今回のパンも。なんか今回私が食べた中で一番美味しかったのが、なんかオリーブの実が丸々入ってるやつで、めっちゃ美味しかった。オリーブパンみたいなやつがめっちゃ美味しかったです。そう、それがとにかく美味しかったのと、あとね、いぶりがっこが入った細長いちょっとカリカリしたパン、ハード系のパンが私一番好きなんだけど、いや、オリーブパンのなんか種類があった。オリーブパン何々みたいな オリーブパン何々みたいな感じで、なんて言うんだっけあれ、でも書いてあったんだよね、何々何々みたいなの、オリーブみたいな、結構有名なやつだった気がする。でも私本当にオリーブ系が好きで、オリーブパンですね。オリーブパンがすごく好きで、絶対買っちゃうよね。いぶりがっこも美味しいじゃん。そのいぶりがっこの長いやつも美味しかったし、あと何、なんっけ、出てこない。オリーブ系私も好き。やった、一緒だ。あれも好き。そう、フォカッチャが一番ちなみに好きなんだけど、フォカッチャはもう売り切れてて、あれが、ソーセージが入ってるやつがすごく、そのお店ごとにそのソーセージの感じが全然違うんですよ。だからね、それもすごく好きですね。
わ、すごい、クリスマスだから1万人超えてるわ。1万人超えるの早くない？すごい。ちなみに今日行ったのは代官山の方ですね。代官山の方の、パン屋さん行きました。あ、そう、甘いのよりも私は、そうなの、惣菜パンが好きなの。うん、洋楽、ん？洋楽バカ何？洋楽バカおじさん、タワーありがとうございます。洋楽か洋楽ね、洋楽バカおじさん、ありがとうございます。洋楽知ってるでもパッて出てきた時に普通に洋楽って呼んじゃった。ニューデイズのパン美味しいよね。ニューデイズのチョコのパン好きだよ。洋楽ね、あんま聞かないな。あ、でもアリアナグランデはずっと好きだったけど、もう今はね、普通に邦楽邦楽聞いてる。洋楽、邦楽だよね。邦楽聞いてるそう、そうです。なんかバウンディとかサウシードッグとか、なんかエモい曲が好き。エモい曲が好きで、あいみょんとか。でもエモい曲って言ってるけど、ちゃんみなも好きなの。ちゃんみなのなんか歌詞の感じがエモいのが好きなのかな。あと、ずっと真夜中でいいのにとか。そうなんだよね。あ、韓国の歌聴いてる夢。確かに韓国の歌も聴いてるけど、最近はなんか意味のある歌詞に惹かれますね。プレイリスト公開。でも私ずっと Spotify ずっと見てる人なんだけど、 Spotify のね、最新シングルみたいな、それこそ星野源さんの曲も聴いてるよ星野源さんとか藤井風さんとか、バウンディとかだな。ジェニーハイも好き。ジェニーハイ、家入りレオさん、あ、森七菜さんとか、うん、愛子さん好きだね。そう、ほんとそういう系だな。なんかプレイリスト作ってくれてて、その Spotify が、だからそれで聴いてる、それを聴いてるかな。なんか落ち着く声が好き。え、華奢なリップいいよね、めっちゃ大好き。華奢なリップで強くなったよ、私まだ負けないよ。愛子さんは、ずっと愛子さんは流し聞きしてる。本当にキラキラとか赤いストロー、ストローって曲だっけ、君にいいことがあるようにとかめっちゃ聴いてる。もう愛子さんの曲は全部聴いてるな。私セレクトないんだよね。なんかみんな発表してるじゃん、私そのアカウント持ってない。そう、カブトムシとかモットって曲とかすごい好きね。キラキラいいよね。あと、
待ってるねいつまでもってなんだっけ、今日は遅くなるんでしょう、少し寂しくないようにヘッドホンで音楽聴いてるね、キラキラかそうそれキラキラそう、あとなんだろう、カブトムシ、ボーイフレンド、ボーイフレンドとか、あとミルクって曲とか、アイナジエンドさんのタッチだなめっちゃ聴いてるな。昔の曲が好き、なんか今の曲も好きな曲あるけど、なんか昔の曲好きだな確かに。マジ、あ、花火もいいよね、愛子さん、マジ愛子さんいい曲いっぱいある。あとなんだろう、聴いてる曲でしょ、あと緑黄色社会さんも聴いてるし、最近 YOASOBI さんのね「スパーク」って曲めっちゃ聴いてる、いい曲だね、知ってる、スパークとか、そう、なんか aiko さんの歌、なんか他の歌よりもちょっと歌いやすい気がして、あーでもね、なんか織田の影響あるかもしれないね、織田入りのめっちゃ前になんか私が誘ったのかな、織田入りとカラオケ行ったの、織田入りとカラオケ行くタイミングがあって、なんかで2人でカラオケ行ったんだけど、そう、その時に織田入りが歌ってた曲の、それこそ愛子、そこで愛子さん好きになったかも、そう、そこで本当なんか喧嘩したのはなんか私が悪いというかなんだけど、でそこで愛子さんの歌いいなって改めて思って、そっからめっちゃ聴くようになった。あ、キスハグ、キスハグはいつか歌いたい曲本当に。でも全然いつもカラオケ時とかはキスハグ歌わなくて、なんかいつも歌ってるボーイフレンドとか、なんかキラキラとかストローとか歌っちゃう。いや、めっちゃ前で、ほんとコロナ禍ぐらい、コロナ禍よりもっと前かな、ほんとそんくらいに行った、あ、コロナちょい明けかな、コロナちょい明けの時にようやくなんかお仕事がだんだん増えてきてって時に行ったかな。ねえ、いや、あいみょんもね、よく歌うよ。好きだからね、めっちゃ歌う。西野カナさんね、音程がね、高い。音程が高いんだよね。あ、襟足もいいよね。本当にあいこさんはたくさんいい曲があります。あとは、最近は、そう、ミスターグリーンアップルさんも聴いてる。あ、ケセラセラとか、あとダンスホールとか、でも最近めっちゃいいなって思ったのは、ずっと真夜、ずっと真夜中でいのにさんの「サタン」って曲がなんかエモいってなったなんかいいって思った。あ、ミセス、ミセスグリーンアップルさんミセスグリーンアップルさんも最近よく聞いてます。そう、ケセラケセラセラとかめっちゃいい歌やなって思った。そう、私は最強を作った方だし、そう、そう、めっちゃにわかだけどね。ね、楽しみ。え、ハロプロも、あ、でも最近確かにハロプロちゃんと聞いてないかもな。
ロプロ最近聞いてないね。うん、聞いてた時はずっと聞いてたよ。最近の好きな歌？最近の好きな歌か。あ、坂道は本当なんか桜坂さんの曲が結構好きだなって思ってて、うん、あれとか好き。なんか関係かな、なんだっけ、計関数なんだっけがね、すごいいい曲てかさ、え、承認要求タンタンタン、そんなに、あ、摩擦係数だ、そう、摩擦係数好き摩擦係数好き、関数係数みたいな摩擦関数好きだな。で最近のなんか承認要求タンタンタンのやつは踊りたいなと思ってダンスは見てるけど、なんか全然頭に入ってこないけど、いつか踊ってみたい。そう、承認欲求、承認欲求って歌なの。あ、サミダレいいよね。サミダレよ教えてくれ、青空に叫んでた、山積もりか山ないのか、先のことはわからないまま、サミダレに好きになってく、そう、てんちゃんのね歌声もすごい合ってるよね、さみだれ。そう、桜坂さんはの歌が最近好きだなって思ってるな。で気づき出してるけどまだちゃんと聞いてないそう、今は本当にそうだね、最近なんだろうね。あ、そうそう、桜坂さんは元欅です。そうです。あ、ベビーメタル、確かに好きなクリスマスソング。クリスマスソングむずいね。むず。クリスマスはもうさ、あわてんぼうのサンタクロースが一番好き。クリスマス前にやってきたが好きあー、確かにジングルベールもあるわ。ジングルベール、ジングルベール、鈴が鳴る、月の鈴のリズムに光もの若間、うー、ジングルベール、ジングルベール鈴が鳴る森に林に響きながらが好きやっぱ歌謡曲しよう、歌謡曲、童話、童話の曲が好き。それかもう雪だるま作ろうかなそこだ、そこら辺だな、なんかみんなが歌える曲。好きだな、雪だるま作ろう、ドアを開けて一緒に遊ぼう、どうして出てこないの、前は仲良くしてたのになぜ会えないの、雪だるま作ろう。童謡、童謡が好きですそうだね、童謡が好きですね。
そう、ちょっと声をね、ちょっと寄せるのも好きです。アナ雪に関しては同様ではないね。でもほんと、あわてんぼうのサンタクロース好き。ね、AKB だとメリーメリークリスマスサイレンナインかな。あ、歌いますか、ミューからします。メリークリスマスがいっぱいってあるのか。あ、アーテンボのサンタクロースやっぱ一番上にあるよ。やっぱみんな歌うよね。え、クリスマスがいっぱいあるかな。あ、なさそうだぞ。いっぱい予約したクリスマスはあるよね。予約したやった。じゃあこれ歌う。じゃあそれでは聴いてください。予約したクリスマス。今日も会いの
ありがとう。ほんとここだけの話だよ。今日のことはここだけの話ですからね、皆さん。ここだけの話にしてくださいね。ここだけ。ここだけの楽しい空間ということで。もう一曲いこう。うん、ここだけね。約束。何歌おう。もう一曲さ、そのクリスマスソングがいいよね。で、真夏のクリスマスローズさ、私、あれなんだよね。全部知らないんだよね、っていう。あれは、ノエルの夜は？なんか明るい歌歌いたかったのに。明るい歌ない？なんか AKB のクリスマスソングで。そう、クリスマスいっぱいがなかったの。あなたとクリスマスイブなんかしっとりすぎん？ああ、あなたとクリスマスイブまずないのか。もうノエルの夜？え、ノエルの夜あるかな？ノエル？ノエル？あ、ノエルの夜ある。じゃあこれ歌ってみるね。じゃあそれでは聴いてください。ノエルの夜。
ありがとうございました。ありがとうございました。懐かしいね、なんかいい曲だよね、好き。なんか全国ツアーのオープニングでやってた記憶がすごいあるんだよね。なんか選抜の4人ぐらいでやってたのを見てたのをすごい覚えてる。ノエルの夜、エモエモ曲でした。じゃあ何件合併、もうそういう時間、そんくらいの時間だよね。あ、もうランキング発表します。ね、え、でもね、ちなみにね、見て、じゃ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 ん、開封もしたかったんだ。だからまた今度する、年内にもう一回ぐらいできたらいいなとは思うから、またするね。え、なんかさ、28の午前中とかってみんな忙しい？28の午前中、またなんかさ、あのレッスンとかあったらもしかしたらなくなるかもしれないんだけど、なくなるかもしれないんだけど、でもなんか28の午前中、そう、仕事の人もいるじゃん、やっぱ。そうだから夜かな。じゃあ29の、いやー30 30 30日とかなんかできたらやろうかなって思います。そう、多分ね、あの古来の方、こっちは多分開けるんだけど、あのこっちはちょっと待とうかなって思います。30かな、30の夜か、まあ、30また時間分かったら言うね。なんかレッスンとかさあるからさ、そうできたらするね。そう、30日公演もないし、私も公演ない。私もないから、 OK、 じゃあその日できたらいいね。じゃあじゃあじゃあ終わりたいと思います。じゃあランキングアップいくね。13位からいきます。リュウ、13位おめでとう、おめでとうございます。で12位が科学先生、しびりちゅかえよかむさみんだ。で11位が柳、11位おめでとうございます、ありがとう、おめでとうございます。で10位がぬこっぱ、しびりちゅかえよかむさみんだ、ありがとうございます。で9位がアーハイさん、アーハイありがとうございます、アーハイありがとう。で8位がリク、8位おめでとうございます、ありがとう。で7位が SD 派さん、チルイチュカエヨカムサンダ、ありがとうございます。で6位がチーくん、6位おめでとうございます、ありがとう。で次5位が、ザゼロさん、おいちかえよかむさみんだ、ありがとう。で次4位がカティ、4位おめでとうございます、おめでとう、4位ありがとう。で3位が XD さん、寒いちかえよかむさみんだ、ありがとう。で2位がリムシ、いいちゅかえよかむさみんだ。で1位が、洋楽バカおじさん、1位おめでとうございます、ありがとう。すごい、洋楽バカおじさん1位だ、おめでとうございます。じゃあ14位からいくね。ウィンザー、フィンドフォービーさん、ケント、ミホーさん、シホコシンゴ、ミキと笑顔になるなり、ヤマピョンさん、ヤカ、テオネオさん、ピーヌシーさん、PTY さん、和田さん、ピシアさん、アスランヒデちゃん、ジャリングさん、セルジュールタンスさん、ウィンパディ、金魚、ナナ48さん、ホタルイカ、ユデミさん、トシエジャケンさん、マイさん、ゴールド888さん、ヒデジロ、コウキ、もしも鳥だったらさん、フッちゃん、早川、ヨンオンニ、チヒロさん、ジェ、田中さん、ネコワイさん、ユータ、シノピー、チョンドゥンナン、チョンドゥンナンヌビシ、ローソンジさん、ヨーパンさん、ネちゃんタイさん、ミュウの彼女、シリーちゃん、ヒロヒロ、
ステナマさん、みちお、KYS さん、ハスキーさん、クラッシングさん、ゴーンさん、ミッチー、アユ、加藤 BB さん、アゲパン、ピールケウさん、ヤマハ、リックスさん、ユーキーさん、タッピーミューシー、ユキコ、ムーンストーンさん、エイトくん、ミューリン、エサシーさん、サトリー、チキン、フロスト、ガスコイン、ヘギョンニ、コウちゃん、ミュー大好きクマちゃん、ヨーコさん、シマヤンさん、サノンさん、カーヒロさん、プレシー、タッキー、ユッタン、リュータン、リュータロンロンマンさん、ミューリブさん、アヤカン、ジューさん、プレア、ユキビカリさん、AK さん、ハネクリさん、タケマル、シンちゃん、ノブ、イチゴ、はい、皆さんありがとうございました。読めなかった方もありがとうございました。じゃあランキング発表終わったからスクショタイム、あ、見えるようにね、よいしょよいしょ、はい、スクショタイム、メリクリメリクリ、はいよし、ありがとうございました。ありがとう。じゃあまた30日できたらいいなと思うから待っててね私もちょっと忘れそうだからみんな教えて、もし忘れてそうだったら。じゃあ今日もありがとう、みんな素敵なクリスマスを過ごしてくださいてか一緒にクリスマス過ごしてくれてありがとう。じゃあおやすみだね。チェルジャヨーラトリサードカーワンガーン、グッナイカー、おやすみだねおやすみなさいだね、バイバイ、切ります、おやすみ、メリークリスマス。